気流ファッションウィークは、群馬県気流市において、毎年秋に開催される、復職文化の祭典である。気流旧市街にある有林館や気流織物会館、糸屋通りなど市内各所を会場として、毎年10月末から11月上旬にかけて、開催される。デザイナーや作家による、気流産地ブランドの製品や工芸品の展示販売会や、ファッションショー、古着市、 仮想大会など復職に関する行事を中心に様々なイベントが行われる。天神町の群馬大学工学部ではクラシックカーフェスティバルインキリュウが開催され、大学校内でクラシックカーが展示される。また、キリュウ市近郊をめぐるラリーが行われる。ラリーのコースは開催年によって異なり、2012年は広沢町方面を走行した。解散後は、 本町通りでパレードが行われる。本町の海馬通りでは、江戸時代の気流新町で行われていた、木の市を復活させた海馬鞘市が、気流天満宮ではコミング骨董市が開かれる。ファッションウィークの開催日程は、海馬鞘市やコミング骨董市が行われる第1土曜日と気流着物の日である11月3日を含むように、組まれている。 1996年の初回開催時は11月1日から5日までの5日間の開催であったが第2回以降は10月末から開催されるようになった第3回以降から開催期間が拡大され例年7日間から10日間にかけて開催されている2002年の第7回ファッションウィークでは桐生西の宮神社の石段でファッションショーが開催された 2006年の第11回ファッションウィークから群馬大学気流キャンパス校内でクラシックカーフェスティバルイン気流が開催されるようになった。ありがとうございます。